日本では楽天モバイルから発売されているオナー6プラスなんですけど、これをたまたま店頭でちょっと触ってみたんですけど、いいですよこれ。グローバルではもう去年の12月に出てる機種なので、特別新しいわけでもないですし、ファーウェイというメーカーに特別注目していたわけでもなかったので見落としていたんですけど、これ実際に触ってみてびっくりしましたよ。まずびっくりしたのが動画関係なんだけど、こういうふうにね、音量ボタンに割り当てられる機能が、ズーム、シャッター、フォーカスってあるんですよ。で、これフォーカスって何かっていうと、フォーカスの距離を調整できると。もちろん画面の操作で調整できる機種はザラにありますけれども、ボタンで調整できる機種って自分は初めて見ますね。これ動画撮ってる時って何より困るのはフォーカスが迷うことですよね。一度迷うとなかなか戻ってこなくてすごいイライラするんですけど、それを手動で調整できるわけで、これはいいなと。画面に直接触ってフォーカスするっていう手もあるんだけど、これだと片手でできちゃうのがいいよね。あとね、オブジェクトトラッキング機能っていうのもあるんですよ。録画中に画面をタッチして指定したオブジェクトにフォーカスをし続けると。そういう機能。あまり他の機種で見たことない。で、やってみたんだけど、ちゃんと追ってくれますね。しかも一度画面の外に外れちゃっても、再度画面の中に入ってくるときちんと認識して追ってくれるんですよ。これ素晴らしいね。で、もちろん手ブレ補正もありますよと。動画だけじゃなくて、写真関係、カメラ関係は全般的にかなり充実してますね。まず背面にカメラが2つついていて、F0.95 から F16 なんだって。F0.95 って何って感じなんだけど、実際どれほどレンズが明るいのかと思って試してみたんだけど、よくわかりませんでしたけれども、これかな？スーパーナイトモードとか使ってみるとその威力がよくわかるのかもしれない。ここに0.1秒の高速フォーカスって書いてあるけど、確かにフォーカス早かったですね。ハイエンドスマホと遜色ないフォーカススピードだと思いましたよ。で、もちろん HDR も使えるよと。音量ボタンをダブルクリックすることによってカメラが高速起動します。これはよくありがちな機能ですけども、機種によっては結構起動が遅かったりするんですよね。だけどこれは十分早かったですよ。カメラの起動が非常に早いって歌っている Galaxy S6 とかと比べても全く遜色ないスピードだと思いましたね。これ知らなかったけど、こっちをダブルクリックするとボイスレコーダーが起動するんだ。これも便利だね。それ以外にも結構作り込みが良くてですね、ワンハンド UI、フローティングボタン、スマートカバー、スマートヘッドセットコントロール、パケットやカバンに入れた際に操作ミスを防止するタッチ無効モードね。あとグローブモードも当然あるよと。なんかよくわかんないけど、タッチプラスなんていうのもあって、なんかこれ多分専用のフィルムなんだよね、これね。これを貼り付けることによってこういうふうなショートカット領域を作れるみたい。これまたすごいね。そんでもってモーション関係、ジェスチャー関係も充実してます。伏せる、持ち上げる、耳に近づける、振る、傾ける、ダブルタップ、あ、こんなのもあんだね。今気がついたよ。文字を描画してアプリを開く、こういうのもできるんだ。ということなので、物だけ見せられたら Galaxy S6 とか Xperia Z5 あたりと同じクラスのスマホかと思う仕上がりなんですよ。それがこの値段っていうのはすごいよね。税込みだと53,421円かな。これよくわからないけど、この辺の細かい機能ってさ、グローバル版ではどうなんでしょうね。ここまでキメの細かい機能満載のファーウェイ端末って見たことないんだけどな。これ特別バージョンなのかな？日本向けの。少なくともね、起動画面に楽天モバイルのロゴが表示されるので、相当激しくローカライズが入っているのは確かなんで、もしかしたらグローバル版はもっと質素なのかもしれませんけどね。